昔に流行ったドメブラの現在を大台にだんだー。以前解説したこちらの動画で、昔に大流行したドメブラについて取り上げさせてもらったけど、かなり好評だったから第2弾を作らせてもらったよ。今日は合計14個のブランドを紹介するね。第1弾で紹介した10個よりもブランド数が多いって、なかなかに気合が入ってやがるんだぜ。前回は動画を作りながら結構ノスタルジックな気持ちになったけど、今回も無事なりました。それじゃあゆっくりしていってね。ラウンジリガードのジーンズを買うために必死にアルバイトしていました。年代バレるぞい。まずはじめに紹介するブランドは、2002年に設立された、プレッジだ。シンプルでスキニーなシルエットが特徴となっていて、当時のトレンドを捉えた服が多く展開されていたよ。デザイナーの方は、ビームスのスタッフやナンバーナインのプレスを経て、プレッジを創立したんだよな。ドメブラ細身全盛期に盛り上がりまくっていたんだぜ。現在はブランド終了しているね。自分も完全に終了したものだと思っていたんだけど、どうやら時を経て2019年より再始動していたようだ。今の時代に合ったエッジかつソリッドなコレクションを展開しているようだね。本当だ、ZOZO タウンを除いたら売っていたんだぜ。昔大好きだったブランドが、また別の形で現在も稼働しているってちょっと嬉しい気持ちになるよな。価格もかなり安くなっていて驚きだぜ。それにしても、細身からビッグシルエットにトレンドが移行するにあたって、うまくその流れに乗ることのできたブランドが現在も第一線で生き残っているように思えるんだよな。マーカとかね。確かにね。当時のエディスリマンのサンローランや、クリス・バン・アッシュのディオールからインスピレーションを受けたドメブラは、本当に勢いがあったと思うな。細身が恋しいね。恋しい気持ちもあるんだぜ。ただいま思い返したら、プレッジと第一弾で取り上げたリチウムオムって超絶タイトだったよな。もうピチピチすぎて破けるんじゃないかと思った時があるんだぜ。次に紹介するのは、5351プールオムだ。アバハウスが展開するメンズブランドで、コンセプトはジェントルでエレガントな部分と不良っぽさの共存だよ。知っているかな？懐かしすぎる。知ってるんだぜ。ロックテイストなアイテムが多くて、ちょいワル兄貴風のスタイルで人気を集めていたんだよな。メインカラーも黒が中心となっていたブランドなんだぜ。アバハウスの公式サイトをチェックしてみたら、まだ継続しているみたいだね。昔と変わらず細身のスタイルが中心となっているね。価格帯はアバハウスの中では高めなんじゃないかな。そもそも5351プールオムがアバハウスが手掛けるブランドだと、今の今まで知らなかったんだぜ。スキニートレンドが再来したら、このブランドへの注目度も爆上がりしそうだな。次に紹介するのは、2010年春夏にデビューした、08サーカスだ。軽さや柔らかさ、リラックス感を意識させるコレクションが多く、高品質な服が評価されているんだよ。ブランド名は何度か目にすることがあったんだけど、なんて読むのかがずっとわからなかったんだぜ。デザイナーは、品質と着心地の良さは大前提、日本製の素材を使い軽さを意識。最高のものを作り続けたいと話していたりと、ものづくりへの妥協を許さない姿勢を貫いているんだね。現在のトレンドにマッチしたリラックス感ある服が多く展開されていて好きだぜ。モードな雰囲気がたまらないな。価格はドメブラの中でも中間くらいだから、何かいい服があれば買いたいな。一時期、08サーカスの二次流通アイテムを狙いまくってた時期があったからな。次に紹介するのは、2008年にコムデ・ギャルソンからデビューした、岩流だ。ブランド名は、デザイナーの名前、岩流文人に由来しているよ。このブランドは知ってるんじゃないかな？知っているんだぜ。岩流は休止してしまったけど、デザイナーがギャルソン社退職後に立ち上げたブランドフミト岩流が現在人気を博しているんだぜ。懐かしいな岩流。ギャルソン社最年少のデザイナーとして当時は注目を集めていたんだよな。また、当時のギャルソン社では珍しくネット販売を行うブランドでもあったんだよ。フミト岩流については、またどこかの機会に、一つの動画でまとめたいね。つい最近、第1弾で登場したフェノメノンとコラボレーションアイテムを発表していたりと、かなり精力的に活動しているブランドでもあるよ。次に紹介するのは、1997年に設立された、リップバンウィンクルだ。カッティングの美しさ、アーティザナルな素材開発と加工技術を進化させ続け、現代の都市生活者が必要とするワードローブを提案しているブランドだね。モードでも、ストリートでも、ありきたりなベーシックでもない、自由な大人のためのリアルクローズが展開されているよ。機能的なウェアが中心となっているのかなと思ったけど、レザーを使ったアイテムも多いし、そういうわけでもなさそうだな。ブラックが中心となっていて、武骨な男らしさを感じるんだぜ。カッティングがとにかく美しいんだよな。2017-18 年秋冬シーズンより、高級ラインの R をリップバンウィンクルに統合したんだよ。挑戦をやめることなく新しいステージへと進化し続けているのさ。次に紹介するのは、2002年に設立された、ダイエットブッチャースリムスキンだ。モードでフォーマルな雰囲気と、カジュアルな雰囲気の、正反対な要素を持つデザインが特徴のブランドだね。一度コレクションを動画で見たことがあるんだけど、コレクション発表の場にジャズバンドやダンサーが参加するなど、個性的な演出で独特の世界観を作り出している斬新なブランドだよな。そうだね、アート性が高いアイテムが多いのも特徴だよ。
ダイエットという語句がブランド名に入っているのもすごいよね。ダイエット、日常の飲食プラスブッチャー、肉、虐殺者という定義のもと、これまでの日常や既成概念を解体し定番の服ではなく、絶え間ない変化を提案しているわけだ。2021年春夏コレクションよりリブランディングを行い、ブランド名をダイエットブッチャーに改め、現在も精力的に活動しているね。第1弾のコメント欄でもダイエットブッチャースリムスキンを愛用していた人がちらほらいたし、懐かしいと思っている人も多いんじゃないかな。響きがいいよな。次に紹介するのは、2003年に設立された、エトセンスだ。未来のスタンダードになりうる革新的な表現を目指し、わずかでも世の中に新しい価値観をもたらすことができるような、本質的なクリエーションを追求しているブランドだね。約10年前に、エトセンスのパンツを買って毎日履いていたのが懐かしいな。綺麗で柔らかい服が多いから今もたまにチェックするよ。現在も活動しているんだな。オンラインショップをチェックしたら、自分好みの味のある服が多くてテンション上がってるんだぜ。エトセンスは、現在もコレクションを発表したりしてるのか ?2016 年秋冬コレクションでランウェイデビューしたけど、現在はルック形式での発表が多いようだね。柔らかくゆったりとした雰囲気の服が多いから、現在のトレンドともマッチしているね。次に紹介するのは、2001年春夏よりスタートした、ザ・ビリディアンだ。黒を基調とした洗練されたデザイン、経年変化を意識した素材が特徴だよ。デザイナーは、アバンギャルドなデザインを好み、ビビアン・ウェストウッド、ジェン・ポール・ゴルチエ、マルタン・マルジェラなどの影響を受けたそうだ。2019年秋冬コレクションより、一時休止していたウィメンズラインを再始動させ、メンズのサイズ展開の幅を広げ、ユニセックスのアイテムも展開したりと、現在もバリバリ活動しているブランドだね。黒い服が好きな人には刺さりまくりだ。黒を中心としたザ・モードの服が多くて好きなんだよな。公式サイトを覗いたら、半額セールを行っている商品も多かったし、服自体も魅力的なものばかりだからこれは要チェックなんだぜ。次に紹介するのは、1997年に設立された、マスターマインドだ。スカルがトレードマークで、カジュアル色が強いイメージがあるね。一時期カルト的な人気があったよね。そうだよな。2013年春夏コレクションをもって活動を休止していたけど、2017-18 年秋冬シーズンからコレクション展開を再開していたんだぜ。プレッジもそうだけど、昔に大流行したドメブラは熱狂的な信者も多いからか、ブランドが再始動するパターンって意外と見られるかもしれないんだぜ。ゴヤール、ウブロ、アディダスなどともコラボ商品を展開した大人気ブランドだったからな。そうだね。価格帯はドメブラの中でも非常に高い部類に入るな。ラグジュアリーブランドに匹敵するレベルだ。グローバル市場向けのマスターマインドワールドを立ち上げたりもしているようだよ。次に紹介するのは、2003年に設立された、マン・オブ・ムーズだ。マン・オブ・ムーズとは、常に進化するブランド、感性、感覚、雰囲気で生きる人種を意味していて、その時その瞬間で、感じる感覚を独自のエクストリーム思考、アクションスポーツ思考で造形、具現化していく姿勢をコンセプトとしているよ。アウトドアファッションが好きな人に向いているブランドだね。公式サイトを覗いたら、スノーピークとコラボ商品を展開したりと、現在も活動を続けているようだね。展開している商品こそ少ないけど、現在もアウトドアシーン向けの服が中心となっているぜ。約10年前、スプディオスが周年イベントでファクトタム、ホワイトマウンテニアリング、08サーカス、マンオブムーズとコラボ T シャツを発売して、それを見に行ったんだよな。懐かしすぎて涙が出てくるわ。次に紹介するのは、2001年に設立された、ロエンだ。流行り物にとらわれることなく、自分たちの感じる今にこだわるをブランドコンセプトに掲げていて、ダークで前衛的な服が多いのが特徴だよ。ロエンのファッションは、パイレーツ・オブ・カリビアンのジャック・スパローと近しいイメージを持たれることが多くあるようだね。インパクトは最大級だな。2021年には、創業者の高原博虫がお亡くなりになったんだな。2022年には新ブランドでもアルロエン・アンダーグラウンドをスタートさせたりと、現在も活動を続けているんだぜ。売ってる服も存在感ヤバヤバだな。流行り物にとらわれないという創立当初から掲げているブランドコンセプトが1ミリもブレていないな。あれ、なんか似たようなブランド名もう一つあったよな。2001年に設立された、ロアーだね。ブランド名のロアーにはうなる、吠えるという意味があり、その名を表すようにロックテイストのアイテムを展開しているブランドだよ。懐かしいな。アメリカンカジュアルやミリタリー、ワークなど様々なアイディアを組み合わせた、再構築系の服が多かったと記憶しているんだぜ。当時はロックな服が多くてよかったな。2005年秋冬にパリに進出した際、ブランド名をロアーからロアーガンズにしたそうだよ。現在も毎年コレクションをルック形式で発表しているけど、当時よりシンプルになったと思うね。一番最新の2024年春夏コレクションを見る限り、現代受けが良さそうな綺麗めの服が多くなっているんだぜ。ロエン、ロアー、マスターマインドあたりは、当時芸能人がこぞって着ていたんだよな。次に紹介するのは、2003年に設立された、キユーキユーだ。表面的なかっこよさだけではなく、本来服として備わっていなくてはならない機能性を最も美しく昇華させた。まさに機能美の服、をブランドコンセプトに掲げているよ。
デザイナーは、領事山本に的確、パターンを7年間経験後に気流気流を設立したんだ。ブラックとホワイトを基調とした、領事山本を彷彿とさせるパターンが施された服が多く展開されていて、ファンも多いというよ。ドレイプ感があるモード服が好きな人には刺さりまくりのブランドだと思うね。スティーブ・タイラーや、X-JAPAN の YOSHIKI、Mr.Children の桜井和俊といった多くのミュージシャンが愛用していたと記憶しているんだぜ。このブランドも初見じゃ絶対読めないな。次に紹介するのは、2000年に設立された、シェラックだ。デザイナーは、アバハウスインターナショナルに入社し、5351プールオムのチーフデザイナーをしていた方だよ。2000年に退社して自身のブランドシェラックを立ち上げたんだな。多くの芸能人が愛用し、ウーバーワールドのタクや、ガクトなどとコラボ商品も発表したりと超人気があったんだぜ。シェラックだけど、2018年に破産申請の手続きをしたようだ。ファストファッションが流行して、安い洋服が売れ出し始めてから、シェラックも低価格のアイテムをリリースしていたからな。時代の流れに飲まれてしまったとも言われているが、ブランドの経営って本当に難しいからな。ドメブラで10年、20年と人気を維持し続けているのってごくごく一部だから、厳しい世界なんだぜ。2022年秋冬シーズンから、シリアライズという新ブランドを設立して活動を行っているようだね。シェラック時代が懐かしいって方には一度はチェックしてほしいブランドだぞ。店舗よくざっと14個のブランドを紹介したけど、懐かしのブランドもいくつかあったんじゃないかな？視聴者様方の当時の思い出話など、ぜひともたくさんコメントしてほしいな。この第2弾で、昔のドメブラシリーズは終わりになるんだぜ。まだこれがあるじゃん。みたいなコメントも、バシバシお待ちしておりますなんだぜ。最後までありがとうなんだぜ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。